こんにちは、ヒップチューバー大山です。本日もよろしくお願いいたします。変形性股関節症の真実についてお送りしております。今日お話の後は、実技の方もやっていきますので、ぜひ最後までご覧ください。まず今日のお話のテーマはですね、人工股関節の手術の宣告からの大逆転についてお話していきます。整形外科医からですね、診察で手術と言われたからといって何でもかんでもはいと整形外科の先生の言葉を信じてしまうのは良くないですよという内容になっております。まあこの動画ですね、良かったなと思う方はチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。この動画最後まで見ていただきますと、手術を回避できる明るい光が見えてきますので、ぜひ最後までお付き合いください。股関節ですね、痛みで一番大切なのって何だと思いますか？一番大切なのは血流です。筋肉の血流が改善すれば痛みは取れるんです。それは手術をしなくても痛みが取れるということになります。これが一番大事なわけですね。ではじゃあ、なぜなら筋肉の血流が筋肉の硬さ、硬縮によって出来上がってきてしまっているからですね。そこをまず取っていくことによって痛みが取れてきます。で、なぜじゃあ筋肉が硬くなってしまうかというと、2つ理由がありまして、1つは関節の中、まあその骨とか軟骨が変化している現在進行形になると、そこが炎症が起きるわけですね。で、炎症の影響を骨とか軟骨は神経がないのでそこで感じているわけではないんですけど、その周りにある関節包というですね、関節を包んでいる袋、これは股関節だけじゃなくてどこの関節にでもあるんですけど、その袋がその炎症の影響を受けて感じて脳に送って痛みとして感じております。これがまず一つ目の痛みの原因。そしてもう一個、こちらがもうほとんどの方の、まあ8割から9割の方はこちらに入るんですけども、筋肉の疲労の蓄積によって筋肉が硬くなっております。これは今まで生きてきて、生まれてきて積み重ねてきた疲労です。もう何十年と積み重ねた疲労の蓄積で限界を達したところで痛みとなって出ている。これが皆さんのほとんどの方に当てはまる痛みの原因、そして筋肉の血流が低下している原因になるわけですね。ではこの筋肉の痛み、どうしたらいいのかと言いますと、まず大事なのはその硬くなってしまった筋肉をほぐすことですよね。ほぐすこと、筋肉をほぐして柔らかくすることで血流毛細血管が隅々まで行き渡るようになります。ここで間違って筋トレに走ってしまうのはいけません。いいですか、痛みのある方は筋トレをしている間は治りません。筋トレは今すぐやめて筋肉を休ませることが大事なんです。痛みがあるときでしょ。痛みがない方は筋トレやっていいですよ。痛みがない方は筋トレやっちゃいけない。痛みがある方がやっていい筋トレっていうのは腹筋だけです。お腹の力は体幹を鍛えることで手足の負担が減りますので、これはすごく股関節には有効ですね。ただお腹以外、足自体の筋トレをしようと思うのは思っていると本当に治らないので、これは今すぐやめてください。大切なのはほぐすことで、ほぐすことっていうのは私が今まで動画で紹介してきたテニスボール、野球ボール、あるいは綿棒などを使って、道具を使って筋肉をほぐしていく方法が一番有効になっていきますので、ぜひこのその辺はですね、過去の動画を見返してもらえるといいかなと思います。まあ、一番手っ取り早いのは僕の第12回の動画ですね。こちら第12回の動画はほぐし方集としてまとめてありますので、そこ見てもらうともう一発でね、やり方がわかるんで、ぜひそこを参考にしてみてください。ということで、筋肉の血流が良くなれば痛みは取れるんです。なぜなら8割から9割の方が骨や軟骨が原因じゃないからです。関節の中が現在進行形で炎症が起きている方って非常に少ないんですよ。実際治療していても、施術していてもやはり8割9割の方って良くなるんですね。ということはそういうことを裏付けているわけになるんですね。筋肉手術しなくても痛みが取れる方が多い、それだけ多いっていうことなんですね。ですから、もし本当に手術をしたくなかったら、手術を回避したかったら、人工関節、金属を体内に入れたくないのであれば、今日から、今この動画を見た、今日からというよりも、今この動画を見た後すぐからですね、動き出すことが大事です。これをね、明日からにしようとか、今時期でも時間がないからなとか言ってたら良くならないんですよ。やはり皆さん自分で自分を良くしていかないといけません。いいですか、この動画見てるだけでも良くならないですよ。動き出さないと、行動に移さないといけないんです。ですから手術を回避できる可能性はあるんだということをね、信じて、まあこれ僕嘘言ってるわけじゃないですからね、
信じて、筋肉告知、取り組んでいただければなと思います。毎日ね、どうしても足の痛みなので、日々使うわけですね。動きますから、歩きますから。まあ、痛くて歩く量が少ないって言ったって歩きます。皆さんは寝たきりではないわけですよね。寝たきりでないってことは筋肉はそれだけ使われて疲労が溜まるんです。で、ベースでもすでに筋肉の疲労が溜まってるんで、あと蓄積されていくだけでどんどん痛みが強くなっちゃうわけですから、そこに対して毎日毎日頑張ってほぐしてリセットして、なおかつもうちょっと前の段階までね、筋肉の柔らかさって出していかないといけないですから、そこの努力っていうのは皆さん自身にかかっています。ぜひ、皆さん、頑張りましょう。私も応援しております。この動画でですね、情報をお送りしていきますんで、ぜひそれを実行に移していただいて、痛みのない元気な生活を取り戻していきましょう。では、ここから実技の方をやっていきたいと思います。筋肉のほぐし方。一箇所ですね、大腿筋膜張筋という筋肉をほぐしていくやり方を説明していきたいと思います。まずその前に大腿筋膜張筋の場所を確認していきましょう。はい、大腿筋膜張筋の場所なんですけど、まずこちら側の絵、股関節を前側から見てみました。こういう形ですね。で、こちら側は横から見た形。こういう形です。で、まあ、股関節ここにありますね。で、ここに横に出っ張った大天使という骨があります。これ外側からポンと触った時にここに出っ張った骨がありますんで、ここが大天使ですね。で、大天使がここと、あとこの丸、この丸も大天使、同じ場所です。で、ここに太ももの骨がバン、バンとありますね。これ、この膨らみ、お尻ですね。で、ここにもう一個丸があるんですね。ここと、ここ。これ同じ場所なんですけども、これは骨盤の骨なんですが、前習いをした時に、この前に出っ張った骨があるんですよ。腰骨が。一番前に出た骨。これを、上前腸骨棘と言いますけれども、それがこの骨。ね。この前に出っ張った骨と、外に出っ張った大天使。この出っ張った骨同士を、つなぐような形で、大腿筋膜張筋というのがあります。ここの場所。前から見るとこんな感じ。で、横から見ると、こんな感じですね。真ん前でもないし、真横でもなく、斜め前といった感じです。ちょうど、ポケット、ズボンのポケット、前ポケットの入り口あたりにあると思ってください。ここを、大腿筋膜張筋を今日はほぐしていきたいと思います。大腿筋膜張筋の位置ですが、ここの前習いをした時に前に出っ張った上前腸骨棘という出っ張りと、横から股関節の脇にポンと置いた時に横に出っ張ってる大天使という骨。この骨と骨を結んだラインが大腿筋膜張筋となります。ここをうつ伏せでほぐしていきますが、先ほど説明したソフトボールはちょっとここに対しては大きすぎるので、テニスボール、野球ボール、あるいはラッコちゃんの1号を使うと大きさ的にはちょうどいいです。このようにうつ伏せに寝ます。そして先ほどの位置。前の出っ張りと横の出っ張りの間。まあ前の出っ張り、上前腸骨棘の真下からボール1個分外っていう感じでもいいです。このように入れていただいて、顔を反対に向けます。この状態で、このボールに対して体重をぐっと、体を乗っけていく感じですね。このような感じで、行ったり来たりしながらほぐしていきます。テニスボール、野球ボールで、ここが転がっていっちゃうような方は、しっかりと手で押さえて、動かないようにして、乗せていきます。乗せたところで止めたまま止まっててもいいですし、ここでぐりぐりぐりと、お尻を振ってほぐしてもいいです。ちょっと場所を上下左右に動かしながら、普段痛いところとか、あ、硬いなと思うところをほぐしてもらえばいいと思います。やりすぎということは特にありませんが、もし、やり終わった後、やる前よりも痛みが強くなってしまったりする場合は、ちょっと時間を短くしていただくか、あるいはこの大腿筋膜張筋のほぐしのは少しやめていただいて、第1章の方で紹介している他の、筋肉ほぐし。をやっていただけるといいかなと思います。はい、それでは今日はこれで動画の方を終わりたいと思います。また次回もよろしくお願いいたします。お大事にしてください。